お疲れちゃんです、ロットです。今日はですね、こちらのメガラムライトニングのコウモリザップ動画をやっていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、これはね、見てほしいんですけど、先ほどね、CMG ルーカス、ルーカス選手ですね、マルチで世界1位、2位と、5位をね、取ったことがある、化け物プレイヤーなんですけど、ベスト1位ですね、はい。シンプルにね、このプレイヤーと当たってちょっと勝ったので、しかもね、ちょっと相性悪いんじゃねっていう、メガラムでエリシェイを倒したので、ちょっとね、紹介したいなと思います。で、ちょっと前にね、なんか世界一経験者と衝突したみたいな動画を上げたんですけど、その時もルーカスで、ちょっと最近ね、よく当たるんですけど、勝てたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。この後マルチやります。で、めちゃくちゃ相性悪いっていうほどでもないんですよね。ちょっと相性が悪いですよ。メガナイト自体、火力がないんで、エレジャイだったり、大型が止まらない。で、圧着衣があるものの、その圧着衣に対してライトニングがあるよねっていう。で、俺のこのメガラムのね、強みっていうのは、陸受け枯渇なんですよ。ユーノだったり、ゴーストだったり、メガナイトだったりっていう、陸受けどっかが足んなくなるよねっていう話なんですけど、ダクプリも、オリもスケもあって、またマザネクと圧着衣両方いるんで、どっちかがやっぱ残っちゃうっていうので、普通にきついと思うんですよ。そう。ねえ、でも勝てたので、ちょっとね、今気持ちよくなって、紹介していきたいと思います。でも結局はね、このね、これですね。エレジャイに対して絶対にやんないといけないことがあって、それがね、ラムボーイですね。なんでこう、基本的には、ラムを攻めて使わないというか、この防衛でずっと使っていくっすね。じゃないと、攻めてラム使った瞬間、エレジャイもう脳死出されて終わるんでね。で、こういう端回着用もちょっと上手いですよね。これだけでもちょっときついっていうね。でさ、ここはね、ちょっと痛いんで、ゴーストとか出してね、受けていくんですけど、ここのね、見てください、このトルネ。ゴーストだけを緊急動するのかと思いきや、メガナイトも吸って押さえていくと。で、僕はね、こそねえだろって。はい、余裕でダクプリ。なんなら大ピンチっていうね。こういうこともありますよね。ちょっとね、夜眠んなくて、もう朝なんですけど、そう、ちょっとワンピースをね、僕全然見てなくて、てか見てたんですけど、最新、和の国とかなんかね、こう、いろいろ進んでったところから、全然見てなくて、100話ぐらい溜まってるんですよ。で、周りが結構ワンピース知ってるんで、ちょっとね、ワンピース見ながら、で、僕見てるだけだとちょっとね、なんか物足んなくなっちゃう人で、なんかね、やりながら別のこともしたいタイプの人間なんで、ちょっとワンピース見ながら、トロ上げね、して、ちょっといい感じのね、そう試合になったんで、今日ね、これ紹介してこの後もね、やっていこうと思うんですけど、で、ここはね、もう守れない判断ですね。それこそラム攻めて使ったんで、これは折れたんで、折られるのはしゃーなし。で、あとはキング折られないようにしていきます。で、こういうマザネクとかもね、しっかり、処理して、あとはコウモリでね、ダクプリからやろうと思ったんですけど、エリジャイからね、やるあんまりよろしくはないね、コウモリやっちゃってるんですけど、でさ、圧着衣がね、死にそうだなーとか思ったら、スキルでやってあげてね。なんかね、意外とエリジャイってね、守ろうと思えば守れるんですよ。そのラムからのメガナイトであったりだとか、気合ですよね、結局は。いや、ここの相手の防衛うまいですよね。てか勝てんすよね。そう、マジ気合で守るしかないんですけど、気合でなんとかなるんですよね。それがラムですね。さあ、ここちょっと圧着衣から出してるか。で、早めにクロークして、あとはラムですね。マジラムで止めなきゃ逆に止まんないっすね。で、後ろはこれ、メガナイト出すこそないなと思ったんで、ゴーストで止めながらね。で、ザップですね。で、このメガラムね、一応別の方もあって、ていうか、なんなら別の方がメインだったんですよ。コウモリの枠がエレスピで、ザップがタルババですね。そう、だから、対空の枠が、圧着衣、エレスピライトニングしかない方が、主に流行ってたんですけど、このコウモリ型をね、使ってる方がいるんですよね。唯一一人だけ。で、その方が、世界一行ってたんで、ちょっと使ってみようって感じで、ちょっと使ってみましたね。いや、この圧着衣がしんどいですね。もう、気合で溶かします。はい。気合で溶かすしかないんでね。で、ここは、相手トルネ下げてくるんですよ。こうやって。そう、うまいと。なんで、ちょっと。ワンチャン処理されたら処理されたでいいやのね。スキル使わなかったのが意外と良くて、ダックプリ処理できて、さ、この相手のマザネクがちょっとね、歩いてるものの、あまりね、いいマザネクではない感じの、このもう、爪爪ですよね。で、ライトニング打ってくるよね、と思いながらの、さ、真ん中着いてね、
君コストないですよねっていうので、サーチャグッドゲームと。いや、グッドゲーム早いですね。うめえやつはね、いいやつ多いんでね。さあ、というわけで勝っていきました。まあ今ちょっとこれで、まあ今シーズン最多まで来てますので、はい、ちょっとこのままね、なんか海外の有名勢と対戦していきたいですね。さあ来た。ソフィアン JR。よろしく。まあザップ型なんで、シンプルに枯渇とかクロスとか引くとめんどくさいですよね。まあでもね、このザップ、なんだろうな、タルババ LSP 型ってめっちゃ強いんですよ。で、結構安定して勝てるんですけど、でなんでわざわざこの、コウモリ、ね、ザップにする必要があるんだろうっていう気がするんですけど、まあ、コウモリザップにする、わざわざするってことは、まあ、それなりのね、まあ、強さがあるんでしょう。いやー、なんか手札渋いな、暇だな。さあ、リガザ。で、まあ、プリンスとなると、まあ、メガナイトオールブレイカーの可能性あるね。メガナイト対決説はちょっとある。さあ、いや、めっちゃいいラムじゃない？で、これ、アーチェクインのスキルも残ってて、ラムがね、ちょこ、あー、で、これ、いや、待って、ジャイっすね。あー、ですよね。さあ、まあ、ここはね、アーチェクイン行かれるんですけど、しゃあなしですね。で、メガラムね、マジ、ジャイプリガチきついんですよ。いや、マジでガチきついのすぐ引くからな。いや、ワンチャン目できねえかなっていう贅沢。まあ、メガゴでもザップでも何でも行かれるんだけど。いや、相手がね、ザップ使ってくればみたいな思うんだけど。いや、でもこれ、言うのが。はい、まあ、ザップ使いました。いや、きちい！これ、これガチできちいっすね。やばいっすね。プリプリ、コウモリがザップで行かれるから、もういないようなもんなんですよね。なんならもうピンチ要因。コウモリのせいでピンチまである。で、プリプリ受けもちょっときついでしょ？結論も弱いでしょ？うん、ライトニングも刺さないでしょ？っていうので、まあ、厳しいんですけど、気合でなんとかやっていきましょう。さあ、まあ、コウモリで、また防衛ラムしたいんだけどね、結局高めの、さっきみたいなされちゃうとね、嫌ですよね。よいしょ。さあ、これが強いです。結局ね。いやー、そんなエネルギーはなんか美味しくない？と思いながら、まあ、ジャイフタかな、これ。アチャク異変に延命しない説あるっすね。うん。さあ。まあ、さようならすると、このメガゴがね、またやばいんですけど。こっちまで来てしまえば、ここでメガゴしばいて、いやー、このプリンスよ。やばいよ。で、横ダックプリかな。いやー、なんか頑張れてはいるんだけど、頑張れてはいるんだけどなーっていう。そのレベルですよね。で、まあ、アチャクイちょっと最強なんで、アチャクイで頑張ってもらおう。さあ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 。で、これ、ザップとか使って止めてもいいかもね。まあ、アチャクイ相手、でも、なんならアチャクイを処理できないみたいなとこあるんですけど、いや、うまいな、そのザップ。俺もね、これ、いつか仕掛けなきゃいけないんですよ。いやー、一旦ケツメガか？メガゴーエレキぐらいをライトニングでバンバーンできるとね、熱いんだけどね。そうはね、いかんのんやな。さあ、まあ、着衣さすがに出すよな。まあ、ファイアボーでいかれる。いや、これさ、ワンチャンさ、いや、なんか、エイムがめっちゃ良かったんだけど、着衣の思った以上に。で、これ結構悪くね？あー、で、エレキ高めか。いや、うまっ！ここで、エレキ止めか？いや、ファイブなんかい。いや、なんか俺の思ってる通りじゃないっすね。さすがにここまで高い、トロ高いプレイヤーだったのか。俺の想定外のプレイしかしてこない。うん。あー、防衛ディガーか。まあ、相手防衛しちゃおうぜっていうやつっすね。さあ、これケツメガして。いや、これ逆サイ来たらなんならやばいな。いや、今の回。熱くね、これなんかいろいろ熱い気がしてくる。しかもこれメガナイトの前にやってもいいんですよ、これ。いや、これあるな。これ来たな。これ来たっすね。いや、言うのなんか聞いてほしかったな、今。あ、着衣残ってる。いや、ジャイ行きか。フィジカルのジャイ行きやばいな。いや、ここでこっち行くんですよね。まあ、コウモリ出す。言うのも出す。
いやマジか。いや通りそうで通らん。あと16秒。やばい、これ絶対逆だった。ん、これワンチャンくね。待て待て、うん、うわー負けとるやないかい。てかプリンスで逆転されとるし、なんかまあこういう感じなんですよね。なんかあのジャイプリ、まあ、ジャイプリはきついよ。もうメガラムでこれ一番きついのって言った時のもうジャイプリだよねマジで枯渇とかの方が多分余裕でね勝ち筋ありますね。まあなんか今みたいな感じで結局防衛ラムですね。だからラムめっちゃ攻めて攻めていっても結局エレキで受けられたりプリンスで受けられて結局カウンターされるだけなんですよ。でラムの強いのは本当防衛が強いので、もうラムはね皆さん一生防衛で使ってください。はい、もう基本的には防衛防衛ですね。まあデッキにもよると思うんですけど、まあなんかさっきの試合見るとねなんか地味じゃんってなるんですけど、まあそういうもんなんですよねなんかもうお互い通んなくなるんですよね結局最終的にはね。でタイブレーカーになるんで、まあその序盤のねちょっともったいないダメージだとかなんか入る時に刺しとかないと結局あのなんかジリジリしてね、ああ負けちゃったってなるんでね。さあ前で何も出してこないと。星マークついてんな。星マークはメンヘラって誰かが言ってたな。さあゴーストです。まあ、ゴーストいうのぐらいはね。で出してこないってことはトルネードの可能性もある。まあインディーか、まあ着合わしたいんですけど、まあなんかちょっと怖いんでね、圧着に大事なんでね。さあインドラってことはまあラバルっぽいっすね。今んとこめちゃくちゃラバルっすね。ラバル以外考えられないぐらいラバルっすね。よいしょ、この右サイドの圧着でね全てを守ります。なんならさこれ激圧じゃね。なぜならまあ逆再攻めてくるならさすが守るんですけど、いやーいやーこのバルはもうしょうがないですね。その代わり俺も大ダメージです、はい、お互いですねこれは。うん、俺もだし相手ももうお互い攻めてるんでこのダメージはしょうがないですよね。いやでもダメージの量がえぐい俺の方がいや入りすぎやろっていう。だって俺別に攻めたわけじゃないじゃないですか、わかります。相手のねなんかユニット守ってるだけで相手が攻めてきてラムぶっ刺さってみたいな。いやマジねこれ大事っすよ、本当に大事っすよ守る。うん、ラム防衛なんすよね、ガチで防衛専用カードっす。さあまあババアスキア見るとねちょっとタゲ取られちゃうんでめんどくさいんですけどね、まあ、一回止めてくれればいいみたいな。うい怖え。でこれでラムが入るんだよねっていう。でスケブババサイダー今 U の出せば絶対陸入ります。100-0 です。はい。これ刺さんなかったら謝罪します。あ、ごめんなさい。マジか。真ん中メガナイトとかありっすよね。いやー、これちょっと怖いな。ワンチャンキングきます。まあ、バルーン、あれこれ諦めてか。まあ、ライトニングボーイもあるんですけどね。うぃ。さあね、どっからどう見ても空きついんですけど、まあ、なんとかなるもんなんすよね。なんか、空はきついなと思ったら、もう陸でね、まあ、豪水の塔でね、ダメージ稼いでいきましょう。うっさあげた、なんか久々にトロアゲっていうトロアゲをしてる気がしますね。まあ、トロアゲなのかもわかんないんですけど、ただマルチ回してるだけっていう。さあ、とりあえず、お、待ってちょっと待って。もしかして、メンヘラパーティーこれ来るね。そんなに星マークって来る？あんまいなくないですか？しかもラバルだ。メンヘラはラバ好き？ちょっと失礼か。え、待って。ね、だってやばくない？こんなにさ、来なくない？普通、星マーク。星だよ、今。続いてるよ。さあ、まあなんか適当に攻めてあげて。いいスキドラやな。これね、バルーン来たらもうバルーンに圧着出してスキル使えば守れるんですよね。バルーンだけ。まあラムも出せるならね、普通に圧着とラムで守れるか。ババとか来るとやだよね。うん。こうやって美味しいもんな。
で墓石も壊せるとさ、圧着衣も刺しやすいじゃん。熱いよね。でまああれに対してはババかなんか使ってくるんだね。真ん中ババかワンちゃん。あ、縦線か。いやこの言うの絶対いらね。いや早く走って。ん？いやでもいいや。走ったならいいや。あ、キョキ、いやめっちゃいい。めっちゃいいやんけ。ちょっと待って。いやラバさてはあのタルババエレスピだと対空バカ渋かったんだけど、このなんだろう、何型だ？コウモリザップ型になったことによってめちゃくちゃ相性が良くなった説がある。さあこれケツカなんか来ないかな。いやまあこれ言っていいっすね別に。よいしょ、もうあのやばいっすよ、ガチ雑かもしんないけど、あのこういうもんなんすね。もう陸でめっちゃ攻めて陸でめっちゃ攻めてコスト使わせて後から適当回収なんですよね結局ね。いやー早くケツラボ来ないかな。いやマジで来なさすぎてやべ、暇すぎる。暇なのがマジでよくねえんだよ。え、これ相手さ、やっぱ減らってる？もしかして減らってる？俺でも、嫌いじゃないからな。なんなら好きまで。OK! さあ、ナイス。いや、強いぞ。コウモリザップ型ね。なんか陸が気持ち薄くなるよな、とか思いながらもう、まあ、なんとかなるね。ラムボーイでね。おい、スーパーレア宝箱よ。久しぶりに見たな、おい。さあ、宝箱がちょっと豪華に。豪華になったんですけど、もっといい宝箱欲しいね。もうこのメガライとかロイヤルワイルド、ロイヤルワイルドっていうの知らんかったな。この宝箱だけ集めたい。さあ期待よろしく。稲妻タイプですね今回は。とりあえずゴーストユーナでねカード回ししたいんですけど、なんもいねえからな。ちゃっちゃ動いてきてほしいな。コウモリ捨てます。さあスケです、郊外伝です。まあ、ラムはねこの小物系にまあ強いんですよ。このスケとかコウムルとかこうやってくれるじゃないですか。そうだからまあその辺には意外と優秀なんで悪くなさそう。さあスケからの街ですね。メガゴロイかな、ロイ他がわかんねえな。スケメガゴのタクとしてトルネ、うん、やっぱロイですね。いやめっちゃ暇だな。いえい、いや、マジででかい。さあ、からのからのどうし、いや、ガチの暇すぎるんで、いや、めっちゃいい打ってきたな。さあ、ラム。お、しかも、ゴルナイか。いやー、なんか、思ってんと違うな。ウッド？あれ？そんなに許容すんのか。いや、マズネクとか来ないよね、と思いながら。ああ、これ俺が悪いのか、ゴルネが悪いのか、どっちだ。走る、もう一回。アイスケのトリトン間許容を結構許容してくんね。まあライドニングですよねっていう感じで、まあ、これトリトン来るんで、よいしょ、ライトか。ああ、しっかり捨ててね、低めか。ああ、まあそれはちょっといいトリトンですね。これはしっかりあのラムで守ります。結局ラム防衛みたいなとこあるんで。で、いやー、この一発ね入るのがちょっと痛いですけど、まあ、俺もなんか全体的に見ると結構ダメージ与えてる方なんで、あとゴルナイがねこれやばいね。いやー、その一発もやばい。いや、ライトだと思うんですよ。一回ケツメガスね。うん、だから、あっちゃけに出すなら、まあ、逆サイ始まりとか。いや、ちょっと、エッジザップ。さ、いやー、ゴルナイか。まあ、ぶっぱしたいところだけど、一回落ち着いて、ワンチャントリトンにザップを考えながら。あれこれ、なんか、落ちそうだな。落ちそうだな。落ちたな。なんなら。いや、なんか相手のさ、ゴルナイが、そうライトニングじゃなくてまさかのファイボでしたね。オーケー、まあ、ファイボだったからこそちょっと着衣でね最後まあ防衛できたのもありながらの、まあ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 しっかり警戒できてたんでね。まあデッキパワーがやっぱありますよね、多少はこのデッキはね。
はい、というわけで今日はこのねメガラムアチェクイのまあライトスタップ型をねちょっとやったんですけど、アチェクイ持ってねえよって方はまあインドエレキとかにしなきゃいけないんですけど、もうただのメガラムになっちゃうんですけど、まあ、このデッキはマジでアチェクイがやっぱ強いので、アチェクイの会話は結構むずいかもしれないんですけど、まあ、ぜひね、アチャクイ持ってるよって方言ったら、使ってみてください。よければチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。